皆さんこんにちは、周りです。動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は海中のスピードアタッカーカマス城の動画を作りました。カマス城といえば高い素早さと攻撃が売りのポケモンで、剣盾のシナリオでも使ったという人は結構いるんじゃないでしょうか。発売当初、対戦環境においてはアメバのエースとして結構話題になったポケモンですが、今回は気合のタスキを持たせて先発で起用するという使い方をしてみました。性格は意地っぱりで、素早さ純速ですね。純速だと最速のエースバーンと同じ素早さになったかなと思います。特性はスイスイ。技構成はアクアブレイク、地獄突き、インファイト、アクアジェットですね。先発でタスキ持たせて起用するということで、 HP が1になっても仕事ができるアクアジェットを採用しています。それでは対戦の方行ってみましょう。カマス城でぶちかますぜ。対戦相手が見つかりました。アリーシャさん、対戦よろしくお願いします。うお、やるぜ。よいしょ。キューコンか。キューコンなー。てか、立ちふさぐまもあるな。先発何でも先発ありそうだけどな。これは立ちふさぐま、水ロトム来たらエレザードでいいよな。カマス城だとキューコンが面倒くさいか。いや、これはでもカマス城先発でいいんじゃないか。いいな、カマス城先発にするぜ。で、カマス城エレザード、アトラスイチが、そうだな、いやー、まあヒヒドルマとかでも良さそうだな。カメックス辛いか。いや、カメックスは大丈夫か。このカマス城とレザードラとドラパルトじゃなくて、なんだっけ、オノノックスか。オノノックスが辛いから、バルジーナかドラパルトだな。ドラパルト入れるのありかな。ドラパルト入れるのありか。ドラパルトいいな。うん、ドラパルト入れよう。よし、カマス城、レザード、ドラパルト、これできます。さあ、アリーシャさん、対戦よろしくお願いします。青を基調としたコーディネート、かわいいぜ。最近先発がキューコン。おっと、これはキューコンか。いきなり壁張ってくるかな。こっちは先発カマス城。さあ、カマス城、ここはぶちかますか。オーロラベール張りたいよな。いけ。さあ、カマス城ダイマックス。うおー、カマス城かっけえ。 HP 272、低い。そして上から大ストリーム、決まった。うおー、そのまま吹っ飛ばせ。キューコンを突破。あ、タスキか。まあまあまあ、しょうがない、しょうがないですね。相手がここでオーロラベール選んでたらラッキーだけど、残念。やったぜ。さあ、ここはダイナックルで攻撃上げに行こう。カマス城ダイナックル。うおー、攻撃上げさせてもらったぜ。ナイスムーブ決めてく。キューコン突破。さあ、相手2体目か。顎の顔の前側だけしか画角に映んないの面白すぎるでしょ。ちょっと胴体まるで映んないじゃん。最低のゲームプランはかなり崩壊させたんじゃないか。お、タッチクサグマ。さあ、ここだな。雨降っててフィールドはこっちのもの。ダイストリーム、ダイナックル、どっちを打っても良さそうだけど、抜群で通りやすいダイナックルの方を打つか。そうだな、非接触技だしな。
ここで相手、おっと、立ちふさぐもダイヤ、ダイマックス。それはどうだ、4倍のダイナックル耐えるかな。いや色違いの立ちふさぐもかっこいいな。さあお互いガールの進歩系がダイマックスする状態、ダイボール、おっと守られてしまったか。やけど発動、火炎玉でやけど。さあここだな、うちのジョーがインファイトで一撃で倒せるかーってとこだけど、やるしかねえな、インファイトで。さあ吹っ飛ばせ、カマスジョインファイト、うおぉ、タッチクサグモ突破、強いやーりよる。いやマジかよこのポケモン、これはいい活躍してるな。さあもう止まらないぜカメックス。さあここはインファイト地獄好きどっちでもいいけど、まあ裏エレザードもいるしもう負けはないかな。最後まで油断せずいこう、インファイトで。さあインファイト、おおいいダメージ、防御下がる、彼破ってきた。うん、さーてここだけどカメックスが上取ってくるか。何、あハーブ決めてきたか。さあハーブやって素早さ抜かれちゃったかなとは思うけど、ここはインファイトでもうこのままゲームを決めに行くぜ。悪の波動、うわそれはちょっとやばいかもな、ヒルムだよ、ヒーオッケー、カラマス城インファイト決めていく。さあカメックスを突破、快勝、カマス城強い、アリーシャさん対戦ありがとうございました。お、対戦相手が見つかりました、ザラシさん対戦よろしくお願いします。えい、キューコン、いやエレザード大切にしたいなこのバトルは。ハマス城エレザード、水技の通りは極めて あまり良くないか、でもラプラスぐらいか。ただラプラスはエレザードでごまかせるからな、いくらでも。弱点保険食べられちゃったら面倒か。あとこれドラパルトの通り悪くないな、うんドラパルト入れよう、この3体できます。初手でキューコンとかます状態面になった時にキューコンが引いてラプラスに下げられたりすると一気に負け筋濃くなっちゃうか。それだけその立ち回りだけないようにしたいな。だったら初めからマタドガス出しといた方が平和だったかな、わからん。うんザラシさん対戦よろしくお願いします。ドリューズ全然俺の想像と違ったんだけど、いやでも出しがちは出しがちじゃないかこれは。地震大丈夫、アイアンヘッド大丈夫、スカーフ大丈夫、ステルスロック大丈夫、岩石封じ大丈夫、アクアブレイクで大丈夫。引いてくるかなドリューズ、2体目見れるのはそれはそれで大丈夫。地震スカーフか、カマス城が気合いのたすきで持ちこたえていく、アクアブレイクスカーフだったらこのまま突破できるな。オッケー、ドリューズを突破。さあ相手の2体目が見れるぜ。2体目はなんだ、キューコン、おっとこれはタスキだった場合問題ないけど、オーロラベル貼りに来たのかな、ダイマックス切っちゃおうかな。
先制技ないっけ、キューコンって。キューコンって氷の粒って覚えたっけ。覚えたかな。氷の粒って覚えるんだったら辛いけど、覚えるのかちょっとやだな。うかつに、いや切っちゃうか。氷のつぶてだったらちょっともう知らない。ないことを祈ろう。壁張って だと思うけどな。ちょっと甘いかな。つぶてだったら落ちちゃうよな。この出し方怪しすぎるんだよな。でも頼む。オッケー、大ストリーム通る。よかったー。いけ、タスキーで多分オーロラベールだよね。さあ天気は雨。オーロラベールは失敗する。素晴らしい、ナイスムーブやったぜ。ダイナックルでいいかな。キューコンどうするか。ここよし、かますよ。ダイナックル攻撃上昇、うまい。このさ、顔のフロント部分だけさ突き出てるのさっきも言ったけど面白いよねロトム、何ロトムだっけ。あ、水ロトムか。そのままもうこれは大アークで殴っていいんじゃないか。特防を下げる、悪くない。大アークでいいやん。さあロトム大マックス、うん、ここで大マックス切ってくれたことで水ロトムだったらもうエレザードで負ける要素ないから多分大丈夫だな。さあかます状態役、うおー、オッケー、いいダメージ。ここで D ダウン引けばこんだけ手負いになったロトムだったらエレザードで突破できるような気がするぞ。かます状、お疲れ、とてもいい活躍した。この勝負に勝てばマスターボール級に上がれるよな、さっきのゲージの感じから。うん、ハイパーボール級最後の試合にふさわしい活躍をしてくれたんじゃないか。さあ行けエレザード。この雨と雷とこのフィールドこそがエレザードの独壇場。身代わり剣術に行くぜ。さあエレザード身代わり。大アーク、アーク嫌だけど2ターン耐えれば、うん、エレキフィールドはまだまだ残るからここで D ダウン引いちゃってももう1ターン、次のこのターンのダイマックスさえしのげばダイマックスターンが枯れるのでロトムを突破できそうだな。もう一回大アークだよね。よしよし、うん。困るのはスカーフロトムだと困るのかな。雨が上がってしまった。悪巧みはもうつまないはず。エレザードで、わかった、スカーフ考慮するんだったら一回ドラパルトに引こう。
特防がかなり下がってしまったので、戻れ。うん、悪の波動スカーフかな、効くね。もしスカーフじゃなかったらこのまま押し通せる。ロトムがスカーフだったらまだ分からない。ドラゴンアローで OK、 上取ってる、えらい。ロトムを突破、よし勝った。ザラシさん対戦ありがとうございました。動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録・高評価ボタンの方よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。